肉屋は寝てしまいましてね。早くに。あれ食えよ、エクレア。無期限激務。これらはどれも、怪文である。オートバイが開発されて間もない頃は、 必ずサイドカーがついておりバイクとサイドカーを合わせて一つの乗り物と考えられていたためオートバイのみのものを単車と呼ぶようになったのだ歯医者では歯を抜く抜歯と 糸を抜く抜子のことを区別するために糸を抜くことを罰糸というサザエさんのオープニングの観光地巡りは協力金が支払われている 電車やバスに乗る際幼稚園児はお金を払わなくてもよいが団体で遠足などに行く際は子ども料金を払わなくてはならないマカロニペンギンは一度に二つの卵を産む。 いつも一つ目は小さく、二つ目に大きな卵が生まれる。一つ目の卵は巣の外に蹴り出して、育てようとしない。環境が厳しい南極周辺では、二は同時に育てられないため、大きい二つ目の卵を優先し、一つ目は二つ目がうまく産めなかった時の、 保険と考えているのが有力な説であるヒヤヒヤとは自分に影響すること例えば自分が綱渡りをするときはヒヤヒヤするハラハラは 自分に影響しないこと、誰かが綱渡りをしているのを見てハラハラするということだトランプが52枚なのは1年が52週間であることを示しているダイヤが春。 ハートが夏、クラブが秋、スペードが冬の四季を指しており、カードの数字をすべて足すと364となる。そこにジョーカーを1として足すと365。1年の日数となるのだ。 奈良県はスパルタママが多く学力が高い傾向にある切手の正式名称は切符手形である。 夜空に浮かぶ星は実際にはもう存在していない可能性がある学生服の袖のボタンは鼻水を吹かせないためにつけた。 炭酸のペットボトルを開けてからペコッとへこますと炭酸が抜けにくくなるヨーロッパの洗濯機は洗剤の力で洗う日本のものとは違い高温の温水で汚れを落とす洗濯機が主流である 珍しい名字の場合その名字が途絶えないように養子に入ってもらったり工夫されるケースが多いクローバーの花言葉は復讐 世界一視力が高い人は8.0と言われている。視力8.0は20メートル先から視力検査の表がすべて読める状態である。低血圧の人は朝が弱いと言われているが、 医学的なな根拠はない。アンパンマンのチーズはもともとバイキンマンの手下であった黒ひは黒色ではなくひ柄である。 クリスマスにデコレーションケーキを食べる風習は日本以外ではほとんど見受けられないテコちゃん人形で有名な藤屋が戦後に広めた日本独自の風習であるスーパーの鮮魚コーナーで見かけるトラウトサーモン トラウトは英語でマスの意味でマス酒になるがトラウトサーモンは酒ではなく養殖されたニジマスである買い物をしてお釣りが多かった時知らないふりをすると詐欺罪に当たる 最高級の寿司ネタとして知られる、マグロのトロ。これは、大正時代ぐらいまでは、赤身が最も喜ばれ、トロの部分は捨てられるか、漁師さんがしぶしぶ食べていたものであった。 豆知識の由来はうんちくを語りまくっていた人のテーマが「豆」についてだったから「クジラは眼球を動かせない」「横を見る時は体を動かさなければならない」 シアリーダーの応援等で使われるポンポンビニールテープを束にして作られた応援道具であるがこれは俗称ではなく正式名称で草を意味するフランス語ポムポンから命名された。 トランプを半分に分け正確にシャッフルする作業を八回繰り返すと順番が元に戻る全人口の左利きは右利きの人に対して一割程度しか存在しない 帰国子女とは保護者の国外転居に伴って国外に転居しその後帰国した子供たちの総称であるため当然男子も含まれるにもかかわらずなぜ男という漢字を入れないのかというと帰国子女の死は息子の子であり 子という漢字がすでに男の子を省略して表しているためである。白雪姫の原作は、王子様のキスで復活するのではなく、白雪姫の入った棺桶を運んでいた家来が、ずっこけたはずみに、 リンゴが口から飛び出して復活したことになっている人の呼吸は一日約二万回である。 視力回復方法。まず目を強くつぶり、10秒間上を見る。次に、目を強くつぶり、下、右、左と10秒繰り返していく。8の字を3回指で書き、顔は動かさないように目で追う。 指を奥から手前に3回動かして目で追う5分間するだけで視力が回復すると言われている使い捨てカイロを初めて発売したのはお菓子メーカーのロッテである。 ブログの正式名称は「ウェブログ」である。ベンツのマークは陸海空すべて制覇するという意味である。 2004年北京では24万以上のマンホールの蓋が盗まれた水族館のサメは他の魚を食べないサメは空腹を満たすためにご飯を食べるため十分な餌を与えれば 他の魚を食べることはまれなのであるくしゃみの速さは時速3 2 0トルである傘はもともと 影を作るために作られたバナナの黒いあれはシュガースポットという馬は鼻でしか呼吸ができない。 曇ってくるとチューリップの花は閉じる。マラソンの先導者が道を間違えそれについていった場合でも失格となる。 日本で一日に切られる髪の長さは火星までの距離と同じであるロブスターは寿命がない生き物と言われているロブスターの臓器は退化しないため年を取ることがなく 理論上、永遠に生ききるる。ことができる将棋の穂の裏側に書いてあるのはひらがなの「と」ではなく「金」という漢字の崩し文字である。 中華料理のターンテーブルは日本人が発明したゾウは哺乳類で唯一ジャンプすることができない生物である。 5円玉と五十円玉だけ真ん中に穴が開いているのは他の額面の貨幣と識別を容易にするためである世界で一番目が悪い国は日本である。 缶詰は皇帝ナポレオンのおかげで生まれた。弱い人書いて、弱火と読むのは誤りで、とろ火と読むのが正しい。 鎌倉末期から室町幕府成立までの歴史を記述した史書、太平記、大からすると平和的な物語のようだが、全4時巻のほとんどが、戦争と清争で埋め尽くされた軍記物語である。 秋田県にも富士山という山があり全国にある富士と名前のつく山の中で最も低いとされている新世紀エヴァンゲリオンのサ里さん 美少女戦士セーラームーンのウサギワンピースのハンコックドラえもんののび太のままこれらの声優はすべて同じ人が演じている日本のトビイカは空を飛ぶことができる 男性が生涯で剃り落とすヒゲの量は1.5キログラムである。世界中のすべての人と会話しようとすれば一人当たり0.5秒足らずで100年かかる。 細菌とウイルスの違い細菌は自分で増殖する能力を持つウイルスは他の生物を宿主にしないと増殖できないウェブは インターネットで様々な情報を見る仕組みだがそもそもウェブは雲の巣という意味で正しくはワールドワイドウェブというこの正式名称自体はあまり使われないがサイトの URL の最初に www が使われるのはこの言葉を指している 世界に一頭だけ白と茶色のパンダがいるシンガポールではチューインガムの製造販売が禁止されている。 人炭の表面は銀色で覆われているが、あれは有効成分を酸化から守るために、本物の銀が使われている。せんべいは、一般的に売るちまい。 お米から作られ、あられとおかきはもち米から作られる。あられとおかきは、大きさや形状、地域などで判別されるとされているが、これに明確な基準はない。 孔雀は羽毛が美しいとされ古代インドでは「目のある羽毛」と呼ばれ宝石のように大事に扱われていたフランス革命時代処刑された人々の頭部が集められ 博物館に展示されていた三井不動産が展開するラ・ラポートは一号店が船橋の海のそばの埋め立て地に開業したことからフランス語で港という意味のラ・ポートにちなんで命名された。 しかしフランス語で「港」は正しくは「ルポート」である知らない人を当選簿ぼすると軽犯罪となる夏目漱石の「 我が輩は猫であるのモデルは明治三十七年夏目家に迷い込んできた一匹の黒猫だと言われているこの猫は小説が完成した翌年の明治四十一年に亡くなっており小説と同じように最後まで名前がなかった モーツァルトは5歳で初めて曲を作り6歳で最初の公開演奏をした埼玉県は人口100人あたりの自転車保有数が全国1位である パソコンのマウスの移動距離の単位はミッキーである生ハムが腐らない理由は塩漬けされているためである。 長寿の秘訣として知られるメディテレニアンダイエットは地中海周辺の国々の伝統的な食生活のことを指すオリーブオイルや魚果物などが主な食材で健康効果が高い 人の体は約60兆個の細胞でできている一瞬という意味の「刹那」を数字に置き換えると75分の1秒である。 G-SHOCK の製造メーカーのカシオは A-SHOCK から Z-SHOCK まで商標登録している。子供の、どもが漢字かひらがなかの違いは自分の子かよその子かである。 猫は肋骨が触れるぐらいでないと小太りである人類誕生以来の総人口は700億人である「スーパーボール」で放送される 三十秒 CM 広告費は一回で六億円である。髪の毛は一日で五十本抜ける。 人間が平均して覚えられる顔の数は5,000人である試合前に円陣ンンを組んで掛け声をすると士気が高まるように見えるが逆効果でプレーの質が低下する。 国立競技場には女性用立ち小便器があったオカピの体はオイルでテカテカであるシロクマはみんな左利きである。 八十四画の漢字が存在する道端に咲いているタンポポはすべて外来種である消費税還元セール消費税はかかりません と言って販売するのは NG で消費税相当分還元セール消費税は当社が負担しますというのは OK であるラッコは寝る時海藻を体に巻く。 拳銃を初めて持った職業の人は警察ではなく郵便局の配達員であるパーソナルゾーンという心理的に踏み込まれると緊張してしまう範囲があるこれには男女差があり 男が一二メートルなのに対し、女は数十センチもない。つまり、男があいつは俺のこと好きだと思っても、女は何も感じていなかったりする。伝統と権威のある。 テニスのミンンブルドン大会もともとはクリケットの原型クロッケーのクラブが壊れたグランド整備のローラーの修理費用を集めるために気軽に開催したのが始まりである猫のヒゲは 左の方が多い。ボーリングにおいて倒れたピンを立てる作業を行っていた人のことをピンボーイというピンボーイは給料が高かった。 エベレストの山頂では水が71度で沸騰する富士山は87度で沸騰する電話をかけた時に言う「もしもしは電話の性能がよくなかった頃」 「相手に聞こえるか確認するために言っていた」「申します申します」が変化したものである「笑点」のテーマ曲には歌詞が存在する。 レートボールはもともと子どもの不良化防止のために作られたサイは火を見ると急いで駆け寄り足で踏みつぶして消すという習性がある。 注文すると必ずついてくるコーヒーの受け皿。この受け皿はコーヒーを冷ますためにある。昔の人はコーヒーを受け皿に移し冷ましながら飲んでいた。 オリンピックで使われる公式プールの長さは50メートルではなく50メートル2センチである。干渉は観光の間と官邸の間、どちらもあるが観光の間の方の干渉は 物を見て、その美しさや趣などを味わい楽しむこと。鑑定の間の方の鑑賞は、芸術作品などを見たり聞いたり読んだりして、それが表現しようとするところをつかみ取り、その良さを味わうことである。 お笑い芸人の有吉弘之の正しい読み方は有吉弘之である。剣道は二刀流でも試合は可能である。 満月の間隔は29.5日である。スーパーは途中の道を狭く奥を広くすることで狭い場所から広い場所へと店の奥へ自然と足が向き。 より多くの商品を手に取ってもらうような工夫をしているマラソンの距離は42.195キロだが距離が足りないと無効になることがあるため大抵の場合 数メートルから数十メートルほど余計に距離をとっている。規定では0.1プラスまでの誤差なら認められている。秋田県では修学旅行の安否が CM で流れる。 クリスマスイブの「イブ」は「イブニング」の略であるパスポートの中には「ジャパン・パスポート」という文字が1,360個隠されている。 ワニのオスメスは卵が置かれた場所の温度で決まるカルタはポルトガル語である息子と娘の由来は似ており 娘はそもそも即女とも表せられる。息子のムスは呼吸の意味だけでなく生息などに見られる命や繁殖の意味を持つ。「産む」はムスという読みがあり生まれた男の子のことを息子生まれた女の子を娘としていたことから 今の字が当てられた。救急車が交通事故を起こした場合は原則現場にとどまり新しく救急車を呼んで患者を移し替えて運ぶことになる。 ザリガニのおしっこは顔から出る電車の中で利き腕を後ろ足の角度は60度くらいで進行方向に向かって斜めに立つとふらつきにくい。 生卵を割って出てくる白いブヨブヨのあれはカラザという。居眠りは寝てはいけない時に寝てしまうこと。うたた寝は寝てもいい合間に寝ること。 スーパーで袋詰めするあの台のことをサッカー台と呼ぶ。男性は5回、女性は3回ラジオ体操をするだけで、1日に必要な最低運動量を満たせる。 ドラえもんの妹ドラミは大学の教授である。テレビ朝日の長寿番組、題名のない音楽会はもともと TBS との契約を打ち切られ、 テレビ出演がなくなった東京交響楽団に活躍の場を与えるために作られた番組である「源氏名の由来源氏物語」の登場人物430人のうち。 実名で登場するのはほんの数名でほとんどは通称や愛称であるそのことから水商売などで使う別名を「源氏名」と呼ぶようになったちなみに紫式部の本名も明らかになっていない ドイツでは虹色は五色とされている羊羹にはもともと羊が入っていた。 スカンクは、おならが臭いほど持てる。猫の血液型は三種類あり、馬の血液型は三兆種類ある。 イギリスの区区は12段まである ATM でお金を下ろす時1万円を10千円と入力すると千円札10枚で引き出すことができる。 ひらがなで「大塚」と書くと軍隊で使われていたラッパの音のように聞こえる「逃走中のハンターになるためには50メートル6秒5シャトルラン125回以上 1500メートル10分切り、学生禁止、身長180前後、スピードを抑制できること、以上が条件である。ジュースのうち、フルーツが切れている絵が載っているものは、 百パーセントのジュースである店頭で売られているウナギは9割以上がオスである。 生理痛を緩和できる食べ物は、セロリ、人参、パセリ、ごぼう、ごま、黒豆、小豆、豆腐である。生理痛をひどくする食べ物は、パン、卵、砂糖、イカ、ナッツ、 カフェインを含むものであるエッフェル塔の中にはアパートがある日本では視力1.5と聞くと。 とてもいいように感じられるがアフリカでは視力3.0から4.0というのはザラにあるくしゃみをするときまぶたを閉じるのは同じ筋肉が連動しているから。 猫の鳴き声は100通り以上あるが犬は10通りである。山形県と新潟県の県境に福島県が数十センチから数十メートル食い込んでいる場所がある。 高校野球で122対0という試合があった「目から鱗が落ちる」という寛容句は聖書にも載っている。 薬物中毒のラリルという言葉の語源はラ行が言えなくなることから来ている何をしても死なない虫がいるそれはクマムシ。 チビとハゲは同じ感じであるホッキョクグマの毛は透明で中が空洞になっているタラちゃんには将来 妹ができる。名前は、ふぐた人で。昆布が、海の中で出汁を出さないのは、うまみ成分であるグルタミン酸が、昆布が死んでからでないと外に流れ出ないためである。 コカ・コーラが最初に発売された時のネーミングは「脳を刺激する知的飲料」「商店のオープニング曲には歌詞がある。 ボールペンはボールポイントペンの略語である。エレベーターガールやバスガイドが特殊な発音なのは地方から出てきてすぐ仕事についても鉛や方言が出ないようにするためである。 トマトは昔鑑賞用に作られていた福岡県は人口10万人あたりの芸能人の排出数が最も多い県である。 湧き水を見つけたら普段は透明でも降雨時に濁る場合は川などから流れてきている可能性があり洗濯などの水に使える流れ出る周りに緑色の苔が生えていれば毒性がないと判断でき 飲み水として利用することができる日本で初めて R&B を持ち出したのは和田亜希子であるフィギュアスケートの衣装は 露出しすぎると原点である「無体入り口」というバス停がある動物園のパンダは馬肉が与えられている。 ベランダとバルコニーの違いは屋根があるものがベランダでないものがバルコニーである。エッフェル塔は温度差の関係で夏と冬で高さが15センチメートル違う。 那覇空港は24時間発着が可能な空港で、これに対し、成田空港など普通の空港は朝6時から夜11時までしか使うことができない。那覇空港で最も忙しい時間は深夜3時である。 大相撲の力士は飛行機に乗る時全員一緒の飛行機に乗ってはいけないという決まりがある海やプールに必需品のラッシュガードは本来サーファーの傷防止のために着ているぴったりとしたもの レジャーにはデザイン性重視のパーカータイプが人気であるヤエスの語源は徳川家康に仕えたオランダ人ヤン・ヨーステンからであるヨーステンの住んでいた今のヤエス周辺 当時はヤンヨースと呼ばれヤヨスがヤエスになったのだルパン三世の銭形警部の名前は宏一であるのび太は スネ夫と1対1で喧嘩をすると100%で勝っているニューハーフという言葉を考えたのはサザンオールスターズの桑田佳祐である。 日本で生まれたパンダの子供にも中国からのレンタル料がかかる柔道では黒帯より上があり紅白帯というものになる。 ヘチマの由来は、イロハウタである。南インド料理では、米が主食である。年越しそば、もともと大晦日に食べられるそばで、 年が明ける前に食べてしまわないと縁起が悪く残したり年をまたいでしまうとその年は金運に恵まれないと言われている千円札の一億円分の重さは九十九キログラム マンション等についている避難ハッチ。はしごを使って下の階に降りても、さらに下に行くための避難ハッチは、少し離れた場所に設置されている。真下にあった方がそのまま降りていけるので、便利な気がするが、これは、誤って下に落下してしまっても、 すぐ下の階で止まるように消防法で定められているためである。クリスマスといえば、フライドチキンとクリスマスケーキ。これは、日本特有のもので、アメリカでは、 クリスマスにフライドチキンを食べることはなく、ケーキもほとんど食べないため、クリスマスケーキというものも存在しない。メリーゴーランドは、正しくは、メリーゴーラウンドである。 タクシーがバックしても料金はかかる徳川家康は自分が脱粉した姿を絵描きに描かせ城に飾っていたガソリンスタンドは 木造でもいい。関東と関西の電力周波数。明治時代に、関東ではドイツ製発電機を使い、関西ではアメリカ製発電機を導入したため、東西で 50Hz と 60Hz に分かれてしまったが、 統一されなかった理由として、当時は電気の使い道は伝統以外にほとんどないと考えられていたためである荒川静香が冬季五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケートの技イナ・バウアーは 背中を反って滑る技ではなく、つま先を横に揃え、横方向に滑る技のことを言う、背中を反って滑る技は、レイバックという。スーパーマリオのマリオは、ああ見えて。 まだ二十六歳である猫に鎖骨はないインスタントラーメンは二種類ある袋に入っている袋麺と カップに入っているカップラーメン袋麺の方が麺の量が多い平成3年に10円から20円に値段が上がったチロルチョコサイズが大きくなったチロルチョコだがその理由は コンビニで売れるようにバーコードを貼り付けるスペースを作ったためである牛若丸は一本葉の下駄を履いている一見歩きにくそうだがこの下駄は本来は山を登るために発明されたもので 現在で言えば、登山シューズにあたるものである。佐賀県の県名の由来は、山和武が、坂への国と呼んだからという説がある。他にも、坂が多いからという説、砂が多い地。 菅が転じたという説など諸説ある。どのようにやっているんだろう、と人の興味を引くことを、昔からいかようにと言ったが、このいかようという言葉が、いか様と読まれるようになり、 人を騙すという意味に変化した最初のいかにものを表す知器が組み合わさってイン知キという言葉も派生した日本で一番広い砂丘は鳥取砂丘ではない青森県の 猿が森砂丘である、鳥取砂丘の三十倍の広さを誇る。薬指の五弦、五本の指の中で最も動かしにくく、使われる頻度が少ないため、一番清潔であるとされたため、 薬を塗るときに使われたことから薬指と呼ばれるようになった触ると葉を閉じるお辞儀草、ハエが入ると葉を閉じるハエ取草などがいるが音楽で動く植物もいる。 シンガポールでは公衆トイレで用を足した後、水を流さなかった場合は違法となる。現行犯で逮捕された場合、罰金約一万五千円が課される。ペンギンは空を飛ぶことはできないが、 最大二メートルほどジャンプできる。歴史上最初の自動ドアは二千年以上前に古代エジプトで作られた。鉛筆を振ると鉛筆がぐにゃぐにゃ曲がって見える現象は ラバーペンシル作詞と呼ばれている山椒の絡み成分はサンショールという世界一長い絵画の名前はポップ・オップ・月並み派・大いに結構と題する作品の上に 反重力状態でいるダリを眺めるから、その画面には冬眠の覚醒遺伝の状態にあるミレーの万象の悩ましげな二人の人物が認められ、前方に広がる空が、全宇宙の集中するペルピネン液のまさに中心で、突如としてマルトの巨大な十字架に変形するはずである。である。 人という漢字は人と人とが支え合ってできているというのは間違い。入るという漢字は入り口の形または矢印型に中へ入っていく様子を描いた象形文字である。 江戸時代の人は右手と右足左手と左足を同時に出して歩いていたバイオリンビオラチェロそしてヘリコプターで演奏する楽曲がある 漢字の音読みは三文字より多いものはない。漢字の読み方のうち、ら、り、る、れ、ろから始まるものは音読み。はやしやペーのペーは 横書きの時はカタカナで縦書きの時はひらがなであるウミガメの性別は実は土の温度で決まるアラビア語でお父さんを呼ぶときに使う言葉はやばい ニュートンは研究に熱中していて卵と間違えて時計を茹でてしまったことがある実は土壌もおならをするカジノのトランプは使い捨て アニメ、「それいけアンパンマン」に登場するバタコさんは実はおむすびマンと両思いである女子十二学坊のメンバーは13人昭和26年の十円玉だけ。 鳳凰堂の鳳凰の尾の向きが逆になっているヘリウムを吸って声が高くなる現象をドナルド・ダック・ボイス現象という母を訪ねて三千里で マルコが母に会えるまでの移動距離は約四千里。同様、アルプス一万弱の歌詞は二十九番まである。人が寝転んでいるとき、猫が来るのは 一緒に寝たいからである。ドラクエの MP はマジックポイントではなくマジックパワーである。 タヌキネイリを英語で言うと「フォックススリープキツネネイリ」となる「シャンパン」と呼んでいいのはフランスのシャンパーニュ地方で作られたものだけである。 イノシシと豚を掛け合わせたのを、イノブタ、イノブタと豚の子供を、イノブタブタ、イノブタとイノシシの子供は、イノイノブタである。トイレのマークの男女の絵は、 1964年東京オリンピックをきっかけに生まれた日本発祥でその後世界基準となったお肉の肉は音読みである訓読みは獅子である。 女性で、世界で初めてエベレストの登頂に成功したのは日本人である。セイウチは温度によって体の色が変わってしまうほど敏感肌である。 日本人にとってコーヒーはあまり眠気覚ましにはならない。もし眠気が覚めてもそれは思い込みでカフェインの効果ではないという。日本人はカフェインに強くコーヒーのカフェインというのは西洋人にしか効かない。日本人は 紅茶や緑茶の方が目が覚めるらしい。身長は、一日のうちに、二センチメートル近く伸び縮みする。寝起きが一番大きい。 ノンシュガーでも砂糖は含まれているリーチバレーはネットの高さやボールの大きさなど基本的なことはバレーボールと同じだがボールの空気圧だけは。 バレエのボールよりも2、3割程度低い空気圧に設定されている。インタビューで、放送席、放送席と2回繰り返すのは、マイクの音量調節のためである。監修ではあったが、 必ずしも2回繰り返す必要はなくなっているヒーローインタビューを最初にしたのは日本ハムファイターズで1974年のことである自動販売機で70円のものを買う時 100円玉を入れてから十円玉二枚を入れるとお釣りが十円玉五枚で出てくるが十円玉二枚を入れてから百円玉を入れるとお釣りが五十円玉一枚で出てくる「鎮譜」という言葉を つまらないとして使われているが、神父は世の中にすでにありふれている平凡なという意味で使う。ピーナッツはナッツではない。ナッツというのは 硬い殻を持った食べられる好みの総称であり栄養が豊富なナッツは天然のサプリメントとも呼ばれる山口県のガードレールは夏みかんをイメージしているため黄色である 満足、世界、幸福、先生、正月、阿宝、金玉、谷谷谷谷谷。これらはすべて、実在する名字である。ギロチン、サンドイッチ、ホッチキス、川柳、リンチ。 これらは人の名前である。薬や化粧品などの皮膚に染み込ませるタイプのものは皮膚に塗ってから二十分後から急激に浸透し一時間までの間にそのほとんどが吸収されると言われている。 犬用のコンタクトがある琵琶湖は川である最も重いゴキブリは約30グラム。 ゴキブリは助走がないと飛べないナポレオンの絵は画家ダビッドの創造によって描かれた真珠湾攻撃は失敗していた海底ケーブルは 船にケーブルを積み重りをつけて特定のポイントに沈め水圧に負けないように何層にもカバーをつけて設置しているテニスボールやピンポン玉の色には意味がある 宝くじの正式名称は当選金付商標漢字を部種別に分けた時最も多いのは「草冠」「カツオやマグロは泳ぎ続けないと死ぬ」。 象の体の表面積を求める公式がある北斗七星の他になんと六星がある明治のお札の肖像はあるイタリア人の想像で描かれたもの多角形には 2分の五角形がある犬と猿は本当に仲が悪い埼玉県には雨が降ったら水没する駐車場がある北極点で方位地震が指す方向は カナダの方角原爆が落とされる前から日本は敗戦を決定していたインカ人はインカ帝国の首都クスコを宇宙の中心と考えていた ヒマラヤ山脈やアルプス山脈の万年雪は毎日のように新陳代謝して一定量を保っている一富士二鷹三なすびには続きがある殺人を犯したのに首相になった人がいる しゃみで曲がった国境があるピンから霧までの「ピンと霧」の語源はポルトガル語柔道の正式名称は日本伝行動艦柔道であるグリーンランドは 発見者の嘘からその名前が決まった。鬼の典型的な姿である。牛の角と虎の皮のパンツは、鬼が出入りするといわれる鬼門が牛虎。北東の方角にあるから。上野の西郷さんが連れてる犬の名前は、 絶滅危惧種に指定されるとコレクターによって狩りが行われさらに絶滅危惧になる降水確率とは予報区内で。 一定時間内に降水量が1ミリ以上の雨、または雪の降る確率の平均値をパーセントで表したものである。過去に似た気象条件を選び、そのうちの3割に雨が降ったとすると、降水確率は30%である。 キティちゃんの名前はハローキティではなく正しくはキティ・ホワイトである夜コンビニの前を通るとコンビニは他のお店に比べ明るい感じを受けるその理由として 蛍光灯の向きがある。コンビニの蛍光灯は窓に対して平行に取り付けてある。垂直に取り付けると蛍光灯の間の暗さが外からわかり、暗い印象を与えてしまうためである。 赤ワインの甘口通常白ワインには甘口辛口と書かれているが一般的に売られている赤ワインには書かれていない糖分を多く含むものを甘口少ないものを辛口としている白ワインに対し赤ワインは通常 すべて辛口になるためである2016年リオデジャネイロオリンピックでは表彰式の国歌がゆっくりと流れた従来の君が代は56秒であったのに対しリオ大会の君が代は 1> 1分17秒であった。オリンピック委員会が統一感を出すために国家の長さを1分から1分半に変更するように指示したためであるドラえもんの身長は1 2 9 3トル。 スリーサイズもすべて129.3センチメートルで体重も129.3キログラム最高速度は時速129.3キロメートルと意外に瞬速である。 ローストチキンの持ち手。持ち手には、コックさんの帽子のような紙が巻かれていて、持ちやすくなっているが、もともとこの部分は、肉が薄く、骨の断面が見えてしまい、見た目が悪かったため、それを隠すためにつけられた。正式名称は、 マンシェットという。古代メソポタミアのラガシュウンマの戦いの期間は100年大根で食中毒は起こらないことから当たらない役者のことを 大根役者という。サモアでは、妻の誕生日を忘れると犯罪になり、罰金刑が下される。パプアニューギニアでは、数多くの民族がいて、八百もの言語があり、 5人しか使えない言葉もあるサーティーワンの正式名称はバスス。キン・ンロビンス海外でサーティーワンは通じない食事に使うのは歯しかナイフか手か。 世界中では手で食べる国が一番多い牛は赤い色を認識できない闘牛の赤い布で興奮するのは人間イタリアやドイツでは 大統領と首相が両方いる国の顔が大統領政治の権限を握るのは首相フランス人の花粉症の原因一位はヒノキで四人に一人は目のかゆみに悩んでいる アジアやアフリカの各国ではゴキブリは食料の一つである。百年前までイギリスでもパンに塗るゴキブリペーストがあった。ルーマニアとチャドの国旗は見分けがつかない。 猫踏んじゃったの作者は不明である。猫踏んじゃったの曲名はロシアでは犬のワルツ。ドイツでは飲みのワルツ。ハワイは毎年8センチ動いている。 アメリカペンシルバニア州のセントラリアという町で起こった火災は地下に石炭があるために50年間消火できず燃え続けているアメリカではポケットモンスターにスラングの問題があり正式名称は ポケモンとなったアメリカの国旗の星は州の数になっているためその都度デザインが変更されているアメリカでは毎年600人もの人が ベッドから落ちて死亡しているオバマ大統領が趣味で始めたホワイトハウス製のビールがあるホワイトハウスはもともとグレーの建物だった パブロ・ピカソの本名はパブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファンネ・ネポム・セのノ・チプリアーノ・デ・ラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・ピカソ。きれいな水にしかすめないアユと違い、土壌は、 綺麗な水では長生きすることができない。アバンチュールの語源。恋の日遊びや不倫などの、どちらかというと非道徳的な使われ方をするアバンチュール。本題は、 英語のアドベンチャーと同じ意味の単語で、フランス語では冒険という意味である。アイス屋さんでアイスをとるあれはリシャーという。 公園に唾を吐くのは軽犯罪であるちびまる子ちゃんの父さくらひろしの愛縁している銘柄はハイライトである。 男子トイレ、女子トイレ、サッカー日本男子代表のように、男子と子供の子が使われているのは、子供の子の意味ではなく、人や人物を表す設備語である。男子で、男である人という意味になる。 卵を回転させ長く回転し続ければゆで卵すぐに止まるのは生卵であるイギリスにあるオックスフォード大学はアステカ文明よりも古い歴史がある 日本のテレビ史上最高視聴率は第14回紅白歌合戦で81.4%ビタミンは全部で39個ある クリオネは海の妖精と言われているが捕食シーンがグロすぎて有名人口が五人の国がある前に歩くカニもいる。 イルカはもともと陸上生物だったため溺れることがあるガーナサッカー協会会長の名前はにゃほほワカメは 世界の侵略的外来種ワースト100に選ばれている。食べる文化があるのは日本や韓国など少数である。ダビデ像の目の動向はハート型になっている。 カフェインと肉を摂取しなければ生理痛はかなり治まるエクボは頬と筋肉の異常付着である赤ちゃんは 生後7ヶ月以内に愛情を体験させないと死ぬこれは愛着障害というパンダは双子の赤ちゃんだと片方は母親から捨てられてしまう 動物園のフラミンゴは屋根がなくても逃げない毒蜘蛛に噛まれて死ぬ人よりもシャンパンのコルクが飛んで死ぬ人の方が多いバナナを輪切りにして その真ん中を下で押すと、きれいに三つに分かれる。黒猫マトの不在連絡表は、目の不自由な方でも、他の配送業者との違いが分かるように、上の方に猫耳の切れ込みが入っている。 古代ギリシャ・ローマ時代に生まれたとされるビスケット語源はラテン語のビスコドームで意味は二度焼いたパンである学校教育法では小学生以下を児童 中学生、高校生、高専3年時までを生徒。大学生、短大生、高専4年時以降、大学院生を学生。専門学校生は専門学校生と呼ぶ。つまり、中学生や高校生は学生とは呼ばない。 落書きをすると記憶力が上がる。35分ほどの外出であれば、エアコンは消さない方が電気代がかからない。 巨人の星という星が存在するアンパンは菓子パンの中で唯一保存量が使われていない食品である糖分が多いため水を奪って細菌を増殖させないためである バレンタインデーとは何があった日なのか。西暦三世紀のローマでは皇帝クラディウス二世によって兵士たちの結婚が禁止されていたが、キリスト教司祭であるバレンチノが皇帝に逆らって結婚をさせていたため、捕らえられて処刑されてしまった日が、 二月十四日である銀行員がお札をパチンと鳴らす理由あれはただ格好つけているわけではないお札の数え間違いを防ぐためである最後に二枚お札がくっついている場合があり お札をはじくと一枚と二枚で音が違うのだ「台なしになる」の台は仏様の像を乗せる台座のことである。 名医と言われている医者の精神率は30%前後である。赤ちゃんが生まれた時の泣き声は民族や人種にかかわらず全世界共通で 音の高さが約440ヘルツであるベートーベンの肖像画はひどく不機嫌な様子で描かれているがこれはその日に家政婦が作った料理がとてもまずかったためである。 コーヒーは9世紀にエチオピアのヤギ界がヤギが食べると大興奮する豆として発見した世界一長い曲は終了までに639年かかる ビーズの稲葉さんの奥さんは松崎しげるの元嫁伊豆にジュディ・ヨング記念館があるヌンチャクの発祥地は沖縄県である。 日本テレビは NTV、フジテレビは CX が略称として使われる。阿佐ヶ谷姉妹は本当の姉妹ではない。 11:3=B を縦にするとバカボンのパパのように見える警戒心のある猫は人が目を閉じると安心する。 七節は、触覚が取れたところに、足が生えてくることがある。一万円札の、福沢諭吉の年齢は、五十六歳。 ラグビーボールはもともと豚の膀胱を使用し作られていたひとりぼっちの「ぼっち」の意味はお坊さんである。 千円札の寿命は、たった一年しかない。耳かきの後ろ側にある、あのふわふわしたあれは、梵天という。アニメや漫画で、 アサシンがナイフの歯に自分の舌をはわす行為があるが、あれはカッコつけではなく、高校内の菌を歯につけることによって、感染症を誘発させ致命率を高める、という、アサシンとしてとても合理的な行為である。 ステゴサウルスは全長9メートルにも達するが脳のサイズはクルミの実ほどしかないストレスが爆発しそうな時は両手をピースしてカニカニとつぶやきながら横移動してみるといい 悩んでいることがばかばかしくなるわさびに砂糖をひとつまみ入れるとさらに辛くなるコロンブスの後に。 アメリカ探検をしたアメリゴ・ベスプッチという人がコロンブスが報告書を出し遅れている間に自分の探検の時期を2年早めて報告しそれを見たドイツの地図制作者がそのままアメリカという文字を地図に書き入れてしまったためアメリカとなった 宇宙にある星の数は地球上にある砂粒をすべて合わせた数よりも多い。世界で最も深い場所にある郵便ポストは和歌山県須佐美町の水深10メートルの海底にある。 ラッコの食費は一頭あたり年間二百万から五百万円程度かかる。サメで死ぬ人より自動販売機で死ぬ人の方が二倍ほど多い。 ポケモンのロケット団のネアスは昔、マドンネというメスのネアスに恋をしたが、マドンネは人間にしか興味がなく、ネアスは二足歩行と人間の言葉を必死で勉強したが、言葉を話せるネアスは気持ち悪いと振られ、 グレテロケット弾に入ったカタツムリは一万二千本の刃がある工事現場などで見かける「安全第一」という標語には「 品質第2生産第3という続きがあるサザエさんの夫マスオさんは饅頭、ま、の中身を当てるという特技があるセーラームーンの最終話は 全員死亡する北斗の剣はもともとギャグ漫画だった小室哲也は楽譜が読めないが他にもジョン・レノンポール・マッカートニー エリック・クラプトン、桑田圭介も楽譜が読めないと言われている。世界で最多本数の映画シリーズ、男はつらいよはもともとテレビドラマでトラさんが死亡して終わる。 アンパンマンの初期設定はパンを配る人間のおじさんだった。リトル・マーメイドの日本語版は森久美子が主人公に似ているという理由で抜擢された。 アニメ版ポケモンのピカチュウにはセリフが予定されていたが声優の大谷育恵が鳴き声だけで完璧に伝えられるために必要がなくなったピカチュウはオムライスを食べてケチャップが大好きになった スイスの核シェルター普及率は100%アフリカでは「牛の糞みたいだね」という褒め言葉がある「豚に真珠」とは聖書の中の「 イエス・キリストの言葉である。レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐に描かれているパンが工房入りかどうかで、約千年もの間、キリスト教徒が対立し、2016年に和解した。 ホテルの部屋に聖書が置いてあるように仏教の経典が置いてある旅館がある。日本にキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルのミイラがインドの教会に保管されている。 アダムとイブが食べた禁断の実はリンゴではなくイチジクという説があるオーストラリアの鬼ごっこは男の子が女の子を追いかけてキスをする江戸時代には かしふんどし屋があった彼岸花は葉と花が一緒にあることはないことから葉は花を思い花は葉を思うという意味で宗師花と呼ばれる花言葉は 「思うはあなた一人、また会う日を楽しみに」である。腹筋は毎日行ってもよいが腕立てやスクワットは毎日行うと逆効果となり筋肉が痩せていく。 西郷ドンのドンは、継承設備語の殿が変化したもので、もともと尊敬度の高い言葉である。同様に、現在使われている継承の〇〇さんは、様が変化したものである。 現在一般的にお茶に道と書いて茶道と読むが江戸時代までは茶道と読まず茶道と読んでいたキャベツの突然変異がブロッコリーである 日本には千年以上続く老舗が七社ある。二百年以上は韓国では零、中国では十、インドで三で、日本はなんと三千ある。世界に七千あると言われる二百年企業のうち、 実に半分近くが日本に集中しているのだ豆腐は腐った豆と書くがこれは豆腐発祥の地中国でぷよぷよして柔らかいものに。 腐るという字を当てるためであるデジタルの語源は指という意味を持つデジットという言葉である 葉っぱが紅葉する原因は糖分にあり葉っぱを砂糖水につけて経過観察すると秋でなくても葉っぱを紅葉させることができる普通自動車運転免許の受験資格には 視力が両目で0.7以上の条件があるがドライバーの4人に1人は視力0.7に達していないという研究データがある野球は最初は21点を先に取った方が勝ち。 というルールにしていたが、時間が読めずに長引く試合が増えたため、十二回に限定することにした。しかし、それでも長引く試合が増えたため、四分の三である九回にすることとなったのだ。 QR コード開発のきっかけは囲碁である俳優の要淳は素人時代スタジオアルタの警備員として働いており「笑っていいとも」に見切れたこともある。 ハウス食品のくくれカレーの由来は料理いらずクックレスを縮めた名前とされている AED は心臓を止める機械である心停止で亡くなる人の数は 一年間で約七万六千人。一日約二百十二人もいる。AED を使用した時の一ヶ月後の生存率は五十パーセントで、使用しなかった時の生存率は十パーセント。そんな AED は、心臓を動かす機械ではなく、心臓を止める機械である。 AED は日本語で自動体外式除細動器である。心臓が急におかしくなるのは心臓には構造的に心房と寝室があるが下側にある寝室が不規則に小刻みに震えて全身に血液を送ることができない状態になる。これを 心房細動という。この心房細動を治すために、一度電気ショックを与えて心臓を止める。心臓の動きを一回揃えてから、規則的に動くようにするのが AED である。 閲覧は、調べながら見るという意味で、ざっと目を通すことや、漫画などを読むことは、閲覧とは言わない。寿司のネギトロは、ネギとマグロのトロが組み合わせてできた寿司ではなく、 マグロの骨近くの実を剥ぎ取る作業を土の上の泥を削り取る作業であるネギ取りになぞらえてできた言葉とされるヨーグルトの上にたまる水の名前は保英である 立ちくらみの正式名称は眼前暗黒間ラッコの好物は高級食材で食事が年500万円かかる。 昔のガリガリ君は、歯茎が見えていた。日本で初めて、ルイ・ヴィトンの製品を買った人物は、板垣大介である。 始球式でボールを打っても特に何もない。コンサート会場で一番音のいい席は真ん中より少し後ろの席である。 眉毛は、額の汗や水が、目に入らないようにし、目の横に流すようにする役割がある。コンビニ弁当は、一週間常温に放置しても、腐らない。 欧米では玄関のドアは内開きだが日本の場合ほとんどが外開き。これは日本には玄関に靴を置くスペースがあるため内開きだと靴が邪魔になりうまく開閉できなくなるためである。 制服の学ンという漢字は学ぶにオランダの欄オランダ風の学生服という意味であるトランプを半分に分け正確にシャッフルすることを 8回繰り返すと順番が元に戻るバスケットボールは昔50人対50人でやっていたダチョウは 脳みそが目玉より小さい。英語でファミリーという単語があるが語源は F がファザー A がアンド M がマザー ILY が ILOVE YOU の頭文字を取っている。 ベースボールを野球という日本語名にしたのは、正岡式と勘違いされることが多い。正岡式は、現在でも使われる野球用語を多く生み出したが、実際に野球という名前を作り出したのは、中かなえという人物である。 中華料理の天津飯、エビチリは、日本で考案された料理である。CD を開発していたとき、最大で録音できる長さを決めるときに、世界的指揮者のカラヤンの、 ベートーベンの第9が収まる長さがふさわしいという一言を機に12センチメートルの CD は74分という規格に決まったという。しかし、ベートーベンの第9は70分以内に収まるというのだ。 旧ソ連で独裁政権を築いた指導者スターリンの名前はペンネームであり本名ではない武道の挨拶などで使うオスはおはようございますがオハースオース 押す、と短くなっていった形であり、京都の武道学校で、押して忍ぶという当て字が当てられた言葉である。つまり、武道の世界では試合開始時に、お互い、おはようございますと挨拶していることになる。 三面記事とは、この由来は、明治時代の新聞は四ページで構成されるのが普通で、一面は広告、二面は政治経済、そして三面が社会面であったことの名残である。 テレビなどでは、東京ドーム何個分という表現をよくするが、1個分は約46平方メートルで、正方形換算で220メートル四方、一辺の長さが2倍になると面積は4倍になると考えると、1キロ四方の土地は、 東京ドーム20.5個分ということになるイギリスではドアを開けた瞬間に殺されないように女性を盾として先に入室させていたこれがレディーファーストの起源とされ 女性への優しさとは逆の起源を持つ。日本一低い山の標高は3メートルである。 セルフ式ガソリンスタンドに従業員がいるのは、客が使い方がわからず困った時に対応するため、というのも理由の一つであるが、それ以上に重要な役割があり、それはガソリンスタンドには、 どの時間帯にも必ず危険物取扱者の資格を持った人を置かなければならないという決まりがあるためである鳥島の鳥はアホ踊り。パラグアイの国旗は世界で唯一 裏と表の柄が違う。ペプシコーラの「ペプシは」は胃液の消化酵素ペプシンが由来大和尊の御事のヤマトタケルは「大和尊」は自分が殺した敵からもらった名前。 ドリアンを食べている時にビールを飲んだら死ぬことがあるレジソンは友人の体内でガスを発生させて友人を宙に浮かせようとしたことがあるかつて全英山選手権で クラブを一人で五十五本使った選手がいるエベレストよりも高い山がある聖徳太子が持っている尺はメモ元め。クリスマスソング赤花のトナカイの トナカイの名前はルドルフギリシャは陸用と海用の二つの国旗を持っている足が九十六本のタコがいるニッキーマウスは最初 モーティマーマウスという名前だった。シンデレラの義理の姉は、靴を履くために、母に指を切断された。大事で確実に伝えたい内容は、小声の方が伝わりやすい。 高知県にはハゲという駅名の場所がある餃子は原価5円程度で作れるマグロは 常温で放置すると真っ黒に変色することから、真っ黒、マクロ、マグロになったと言われている。また、目が黒いことから、目黒マグロとなったという説もある。 所天を意図せず寒空に置いてしまったことから生まれたのが寒天である。はじめは寒ざらし所天と命名されたが徐々に略されていき寒天という名前が定着した。 フィンランドでは住民1人につき2つ以上のサウナが存在するとされている「考える人」という有名な像があるが「考える牛」もあり 足が上手に組めていないかわいらしい様子らしいビタミン C には活性酸素の発生を抑制しがんになるリスクを下げる効果があるまたビタミン E と一緒に摂取すると さらに美肌効果も期待できる。ちなみにサツマイモはビタミン C の含有率が非常に高くリンゴの約5倍含んでいるモルモットは歯が4本しかないため 時間をかけないと食べ物をかめない金魚すくいをするとき黒い服を着ていると金魚が近くに引き寄せられ有利である。 女が男に挟まれた、男女男と書いて、なぶると読む。これは、意地悪をして面白がることを意味する。また、男が女に挟まれた、女男女と書いて、上塗りと読む。こちらは、女性同士の嫉妬心を意味する。 モノポリーというゲームはもともと不動産投資による資産形成の教育の一環としてゲームを通じて財務計画を学ぶことを目的に発明されたものであるクリスマスはキリストの誕生日ではない 二万五千種類以上の成分を含む石がある。ドラえもんはいつも三ミリ浮いて歩いている。十七年に一度大量発生するセミがいる。 リンカーンの演説は無視されていた連続32回赤が出たルーレットがあるギロチンはギロチンさんが提案したゾウミジンコがいる ゾウミジンコもどきもいる口も肛門も消化管もない海底のガスがエネルギーの生物がいる円周率を4と強引に決めた地域があるアイスランドには 佐賀 FM という FM 局がある。銀行員の言葉を信じてあっさり捕まった強盗がいる。JR の弱冷房車の温度は普通の冷房車より一二度高い。 イタリアではトマトを馬糞の中に入れて運搬していた。武田信玄は浮気したことを愛人の旦那に謝ったことがある。 ミラノフードリアは日本が発祥である天気予報の177は昔大隈重信の自宅の電話番号であった。 悲願花は、葉と花が一緒にあることはないことから、葉は花を思い、花は葉を思うという意味で、創始かと呼ばれる。花言葉は、思うはあなた一人、また会う日を楽しみにである。 ホットケーキを作るとき大さじ一杯のマヨネーズを入れるとふわふわなホットケーキができるしかもマヨネーズの味は全くしないアマゾン側にはイルカが住んでいる あなたが、十九歳の誕生日に見る月の形は、あなたが生まれた日の月の形と同じものである。そしてこれは、十九の倍数なら同じ形である。ビニール袋に、水を入れると、 ライターの火であぶっても溶けない年をとると淡い色を好むようになるのは水晶体が関係しているパパイヤスズキは昔 ディズニーランドで踊っていた日本最初のハンバーガーチェーン店はドムドムバーガーである東京タワーの大部分は 解体した戦車の鉄で作られている飼っているムササビは飼い主の人間に向かって飛んでくることがあるこれは人間を木と間違えているためである ホワイトハウスには、ボーリング場がある。アライグマは、食べ物を洗うような仕草をすることから、アライグマという名前になったが、実際は食べ物を洗わない。目が悪いため、 獲物を捕まえるときに、前足を水に突っ込み、石の下などを手探りで探しているのだ。花も恥じらう、とは、美しい花でさえ、引け目を感じてしまうほどの美しさ、という。 美しさを形容するる言葉である決して花も恥じらう女子高生というのは女子高生が恥ずかしがっているわけではない鳥の中で最も小さいハチドリは体長6センチ程度しかないが 一日に必要なカロリーは約1万5千キロカロリーで人間の4倍以上必要なのである競馬の監督省庁は農水省であるが協定は国交省ボートレース 経輪は経産省が管理している。歓迎コンパや合同コンパの「コンパ」とは交際信仰友好同席などの意味を持ち会社として訳されることが多い。 カンパニーの略である。授業中に居眠りをしてて、体が急にビクッとなることがある。あれはジャーキングという現象で、無理な体勢で椅子で寝るなどしていると、血流が悪くなり、 体が血流が悪いから寝る体勢を変えろというサインを送っているのだルパンのカリオストロの城でゼニ型が乗っているパトカーは埼玉県警と書いてある。 ハロウィンはハローイブがなまったものでこのイブはクリスマスと同様戦術という意味であるドライブスルーは馬でも行けるうなぎのぬるぬるは 水をきれいにする効果があるハンガーを頭にかぶると勝手に首が回るレ,レレレのおじさんは電気屋の社長「少女 A」という歌があるが 熟女 B という歌もあるゴリラの血液型はすべて B 型であるラベルに果物の切り口が描かれているのは果汁100%のジュースだけガムは トロと一緒に噛むと溶けてなくなる。トマトは果物か野菜かを裁判で争ったことがある。アフロヘアーの仏像がある。 昭和三十三年三月三日に生まれた人は平成三年三月三日に三十三歳になった。卓球の公式試合級は一つ完成するまでに半年かかる。八甲の銅像は 二代目であるプロ野球の巨人と阪神の応援歌は同じ作曲家が作った4分33秒間全く演奏しない曲がある楽器の指定はないので ピアノでもオーケストラでも構わない。人間が耳を澄ました時に聞こえるものすべてが音楽になる。という哲学を表現しようとしたもの。初めてこの曲を演奏した時、会場は観客の怒りの声で大騒ぎになった。 緑茶には体を冷やす効果がある桃太郎は桃から生まれたのではなく桃を食べて若返ったおじいさんとおばあさんから生まれた怠け者は その日食べたものが完全に消化されるまでおよそ2週間程度かかるもともと猿が体内に保持していたウイルスが変化して HIV ウイルスが誕生した。 ゆで卵は自体が有するカロリーよりも消化に要するカロリーの方が大きいとする説がある公衆電話ボックスの鏡は身だしなみのためではなく後ろに並んだ人がいるときに 知らせるためにつけられている飛行機の機内は湿度が20%程度しかないそんな機内だと人間の体は8時間で400ミリの水分が失われる また肌の水分については5分の1まで減ってしまう保湿した方がいいのはそのためであるボクシングの計量が前日に行われるのは 重大な事故を防ぐためである体重の軽量と試合が近すぎるとあまりにも過酷で非常に危険なのであるハサミでアルミホイールを切ると切れ味が戻る エアーズロックは世界で2番目に大きい一枚岩であるドーム球場や大劇場映画館などは地上数十メートルの高さに電球がついているがこういう建物は すべての電球を変えられるような天井裏があらかじめ作られている黒い食器を扱う飲食店が増えたのは高級感を醸し出すとともに。 食材の色を際立たせる効果があるためである博多の塩の原料はメキシコ産とオーストラリア産である秋田県民はけ だとか、く、など一文字で会話をすることができるナイアガラの滝は世界遺産登録されていない。 痩せ我慢という言い回しがあるが、韓国では同じ意味で、デブ我慢という。昔、イギリスでは、容疑者にパンとチーズを一切れ与え、飲み込めなかったら有罪であった。 同様に日本でも熱湯の中の土や小石をつかませてやけどをしたら有罪であった「新体操」の「新」とは「新体操」は1963年に機械体操から独立した際につけられた名称で。 それ以前は携帯器具をもってする音楽伴奏団体演技というとても長い名称で呼ばれていたバタフライは平泳ぎの選手が早く泳ぐために考案したが平泳ぎより早く多くの選手が 平泳ぎの競技中にバタフライで泳ぐようになってしまったため議論の末メルボルンオリンピックから新種目として独立することとなったウサギの耳が長くて大きいのは音を集めるアンテナの働きと 体温調節の働きをしている蜂には目が五つあるかき氷のシロップは色素が違うだけで味は一緒である。 ゴルフやアンケートで使う、あの小さいペンはペグシルという「透明なガラスは不純物がないから透明なのではない」むしろ不純物を入れることによって透明に見えているだけ。 不純物を取り除くと透明にならず一見無色透明なガラスは不純物だらけである1970年までは公衆電話は10円で使い放題であったしかし 長話をする人がいるという理由で3分で打ち切り方に変わった食器の上にお箸を置くのはマナー違反である雷は 2回目も同じ場所に落ちやすいキリンは子供でも約2メートルあり動物の中で最も背が高いパソコンの故障の原因第1位は 誇りであるイメージによって重さの判断が変わることを「シャンパンティエ効果」と呼ぶ「ラスボス」でグーグル検索すると。 画像の一番トップに小林幸子が出てくる日本人の約1.5%に DNA の塩基配列に説明不可能な部分があるニコチンは 体内に入ると骨人になる足がなかなか痩せない人は筋肉が凝り固まって血行が悪くなっている場合が多いそんな時は膝の上を揉みほぐす 太ももの裏側を軽く叩くのがいい筋肉がほぐれ血行が良くなるため脂肪が燃焼され痩せやすくなるのだという南極ではどんなに寒くても人が風邪をひくことはない 南極にはウイルスが存在しないのだカビキラーを使ってもカビは落ちないカビを脱色してしまうだけである誰かに読み上げてもらった単語を 15秒待ってから復唱すると記憶しやすくなるテレビなどのプラグを差し込むコンセントこのコンセントという言葉は電気技術者の小林さんという方が命名したもので日本以外の国では 通用しない言葉であるペットボトルの「ペット」は略語で正式には「ポリエチレンテレフタラートボトル」である地震の震度は 平成7年まで気象庁の職員が感覚で発表していたサッカー選手が試合後に相手選手と交換するユニフォームの費用は自腹である一枚あたり二万円で 給料から天引きされる焼肉の食べ放題は肉を 2kg 食べられれば元が取れる英語の日常会話で お久しぶりです。という意味のロングタイムノーシーは英文法上は成立しない構成だが、これは古くから英語圏にいた中国系の人々が中国語の文法に英語を当てたチングリッシュの言葉で歴史があるため、 英語圏の人にも通用する。現在の技術でも、青いバラや緑のチューリップ、赤いパンジーなど、人類が絶対に作り出すことのできない、花の色がある。 イノシシの鼻の先には特殊な筋肉がありそれを使って地面を掘っているパリの凱旋門はフランスの勝利を祝福する意味で作られた。 コウモリは哺乳類の中で唯一の空を飛べる生物であるシャンパンのコルクは秒速 60km 以上のスピードで飛ぶこともある。 カメレオンは目だけを独立させて動かすことができる。歯を磨く時歯ブラシを水で濡らすと歯磨き粉の泡立ちが悪くなる。 日清のどんべいのカップ側面には、西日本向けという意味の W、東日本向けという意味の E、北海道限定商品には H という記載があり、それぞれの違いは、出汁の味である。 アイスコーヒーは大正時代に日本人が発案した。そのため海外で飲むアイスコーヒーは逆輸入とも言える。耳に指を突っ込むとしゃっくりが止まる。 ドイツ語は動詞の位置が文法的に厳密に決まっている動詞は必ず文頭か二番目に来るようになっている恋愛などをテーマにした感傷的なドラマをメロドラマというが そもそもは歌イコールメロス、劇イコールドラマの二つの言葉が合わさったもので、歌劇という意味である。かつては音楽付きの大衆演劇を指していたが、次第に音楽の要素がなくなり、現在の意味へと変化した。 ウルトラマンが三分しか戦えない、などとは劇中で一度も言っていない。ズボンのファスナーが原因で救急救命室で治療を受ける男性が毎年千七百名いる。 サケは成長してから生まれた川に戻るために一時期をナビゲーションとして使っている。ちょうちんあんこうはオスがメスに吸い付き体ごと吸収された形である。 もともとオスは体長3センチと小さく生殖活動としてメスと一体化する宇宙では水が顔につくとなかなか離れないため顔を洗うと窒息する恐れがある アベコベガエルという成長するほどに体が小さくなっていく種類のカエルがいる国民的アイドルスマップはスポーツミュージックアセンブル ピープルの頭文字を取ったグループ名で「スポーツと音楽を愛する人々の集まり」という意味である「虫除けスプレーには殺虫成分や虫を遠ざける成分は全く含まれていない」。 人は不協和音を聞くと怖さを感じる。世にも奇妙な物語のテーマ曲はその影響で怖く感じるのだが手拍子しながら聞くとちょうど不協和音のタイミングと重なり打ち消されるため怖くなくなるらしい。 ドル箱にはその箱が製造された年が刻印されている耳づくのづくとはフクロウのことを指し耳のあるフクロウということになるちなみに耳のように見えているものは 羽である「オオワダガガメというカメは頭でっかちで甲羅に収まりきらないそうだ」「中国では食用として知られている」 東京の豊洲市に1号店が置かれた日本初のコンビニセブン‐イレブンで一番最初に買われた商品はサングラスであるチーターは最高速度 時速 100km と言われているため走っている途中で曲がる時は尻尾を回転させ転ばないようにバランスをとっているキリンは5 0ンチ近くある長い舌を使って 鼻くそを取る。鼻クソを取らないと鼻でしか呼吸をしないため窒息してしまうのだリアルゴールドにブラックライトを当てると光る。 白イルカは、年に一回、命がけで脱皮をする。新しい皮膚へと衣替えするとき、海底の砂利に、体をこすりつけて剥がす。これに夢中になりすぎると、浅瀬に取り残され、北極熊グマに食べられてしまうことがあるのだ。 水が蒸発して、雲になって、雨になって、地上に戻ってくるまで、約80年かかる。人間は80歳になったら、自分の生まれた時の涙に、もう一度出会えるのだ。 東京、という名字の人は現在一人だけいるトラは狩りが下手である捕獲の確率はチーターで40%から50%。 群れで狩るライオンで20%から30%、虎は10%ほど。自然界でのチャンスは、せいぜい1日1、2回。獲物に感づかれずに発見できなければ、忍び寄ることもできないのが現実である。 オーストラリアで最も額面の小さいコインは5セントでそれ以下はない。そのため57セントの商品を買う場合は2セント切り捨てられて55セント払うだけでいい。みかんは カタカナで書くと外国産を表しひらがなで書くと国産を表すごぼうを食べるのは日本人だけであるケンタッキーフライドチキンの 味付けのレシピを知っている人物は世界中にたった二人しかいない紀元前約7,500年の時の日本の人口は約2万100人である。 亀の甲羅は肋骨が変化したもの。汗に匂いはない。汗と皮膚の菌が合わさったことによって匂いを作り出している。 カンガルーの袋の中はものすごく臭い。モグラはカタツムリの四分の一の速度でしか穴を掘って移動できない。羊の前歯は 下側しか生えていない。眠りゆすりかの幼虫は限界まで干からびてももう一度水をかければ生き返る。乾燥してから十七年後でも復活したという定説がある。 アメリカの公正取引委員会長はデーブ・スペクターの兄弟である吉野家はお客様とのコミュニケーションを図るため券売機がない。 毎月二十二日はショートケーキの日。それはカレンダーの二十二日の上に十五日イチゴの日が乗っているから。アメリカの車は左ハンドルであるため、 運転席は左にあるが郵便配達の車だけは右ハンドルである高速道路には信号はないが首都高速埼玉大宮線の 戸田市のジャンクションには信号があり交差点もある信号の大きさは通常の1.5倍である象の足の裏はとても敏感で通り道に気になるものがないか 鼻で確かめて足を振り下ろす場所を決めている最近の駅のホームにはホームドアや床に QR コードがついているこれを読み取ると1074といった 謎の文字が表示される。これは、駅員がスマホなどで読み取り、降りる駅の駅員へ送信するためにある。例えば、十、七、四と伝えると、車椅子の人が十両編成の電車の前から七両目、前から四番目のドアに乗ったという情報となる。 ジンベエザメは歯が8,000本も生えているがほぼ使わない歯の一本の大きさは直径1ミリメートルであるみたらし団子は後醍醐天皇が作った。 スマートフォンが水没したら、電源を入れてはいけない。分解して拭いたり、ドライヤーを当てたりせず、乾燥剤と一緒にビニール袋に入れて密閉しておくとかなりの確率で復活する。 ウサギは胃を二つ持つ。持フランスのジョセフ・ニセ・フォール・ニエクスによって1826年にある景色が撮影されたといわれている。 ロマンティックが止まらないのヒット曲でおなじみの CCB はココナッツボーイズを略したバンド名である。コーヒー豆をひくとき豆の量に対して水の量は約15倍が理想的な比率である。 アラスカ州では野生のホッキョクグマが生息しているハンドクリームは手につけた直後ではなく数時間後に効果を発揮する。 カカオの学名はギリシャ語で神の食べ物を意味する単語である。プレーリードッグはいろいろな音を出すことで互いにコミュニケーションをとっている。 音階のドレミファソラシはすべてイタリア語である。日本語で表すとハニホヘト色となる。よくある犬の呼び名がポチになった理由は諸説あるが、 英語で犬を意味するプーチやまだらを意味するパッチフランス語で小さいを意味するプチなどとさまざまな故障を日本人がポチと聞き間違えたという説がある保険証には 職業分類が示されている。保険者番号の左から二桁が方別番号と呼ばれ、職業を表す。国民健康保険の場合は、この二桁がない。01は中小企業の会社員。02が船員。06、大企業会社員。 07、自衛官。31、国家公務員。32、地方公務員。33、警察。34、学校職員。39、後期高齢者である。 サザエさんの父、磯野波美平の身長は、178センチと、高身長である。床屋の外にあるポールの三色は、赤は動脈、青は静脈。 白は包帯を表している。会話が続かず気まずくなることを間が持たないと表現するが、これは御用で正しくは間が持てないという。 ロシアにあるバイカル湖は世界で最も深い湖でありさらに最も大きな淡水湖でもある絶滅の危機に瀕しているパンダその最大の原因は 世界的に有名になる以前にそのほとんどを中国人が食べてしまったからであるツナは英語シーチキンは日本語である マックのポテトの原価は S が3円 M が5円 L が7円である扇風機は6年から10年くらい使用し続けると突然発火する恐れがあるため 定期的に買い換えるる必要がある「金玉を蹴られた時の痛みは急せんでるで一度に子供を160人産んで3,200本の骨を折る時の痛みに匹敵するのだそうだ」。 平均寿命とは、生まれたばかりの赤ちゃんの平均余命のことを指す。余命とは、これから生きる期間で、寿命は、生まれてから死ぬまでの期間を表す。 南極の氷河のおよそ3%がペンギンのおしっこからできている人参とレモンを一緒に食べると利薬の作用が出る。 甘エビの寿命は十年程度と言われているが生まれてから四年間ほどはオスとして過ごしその後すべての甘エビはメスに変わる北海道には やりきれない側という名前の川がある江戸時代ですでに円周率が3.14だということが分かっていた。 日本国内で販売されているヘルスメーターには、北海道型、中間型、沖縄型の三タイプある。これは、北と南では地球の重力にわずかに違いがあり、計測に微妙にズレがあるためである。 中国では漢字がわからない時のためにローマ字で弾ける辞書がある中国の子供の多くは漢字を覚える前にローマ字を先に覚えているジャストフィットを直訳すると ギリギリフィットしているという意味になりもう少しでアウトになる状態のことを指す「海原かわせ」とは魚をおいしく食べるための焼き方のことである。 海の魚はおおむね脂肪分が豊富で水分も多いため背中から焼くと余分な脂肪分が取れてさっぱりした味になるまた川の魚は腹側から焼くと脂肪分が失われず上手に焼くことができるのだ 新製品の販売テストは、静岡県で行われることが多い。静岡県民の年代や職業の構成比率、物価や生活費が平均的で、偏りのないデータが取れるのだ。 天皇星の南半球は永遠に暗闇である「バター」とはギリシャ語で「乳牛」という意味を持つバターは牛乳から出来上がる製品のためこのように名付けられたとされている。 旧ソ連で独裁政権を築いた指導者スターリンは実は偽名である美容医療でプラセンタ注射というものがあるが安全性の確認が未だ不十分であり この注射をしている人は献血ができないシンガポールにはチリクラブという料理があるカニの甲羅の中に入った卵を食べるというのが一般的な食べ方である 静岡県の人口あたりの交通事故件数の割合は全国平均の1.4倍ほどと平均をかなり上回っているその理由としては富士山が美しいからだと言われている透明高速道路でも富士山が見える区間は そうでない区間に比べ事故が多発している地域ごとに時報として流している音楽はスピーカーの点検のために流されている日本のどこの町や村でも17時などの帝国に 夕焼け小焼けや赤とんぼふるさとなどの動揺が流れているがこれらは点検のためでもあるのだ卵を割らずにまだ食べられるか判断する方法として水に浮かべるのが有効である。 卵が水の底に沈めば食べて問題ないが浮かんだ場合は食べない方がいい人間の目を構成する細胞には色を識別する3種類の錐体細胞と 明暗を識別する一種類の肝体細胞がある。ドライヤーで髪を乾かすとき、前から温風を当てると髪が痛むため、後ろから当てた方がいい。 睡眠不足は肥満の原因の一つであり1960年代と比較すると平均睡眠時間が2時間も減っているらしいお笑いコンビシソンヌのコンビ名は 両足で踏み切ってジャンプをし、片足ずつ着地するバレエダンスの技の名前が由来である。コンビ名を考えたとき、身の回りの親しみのある言葉がしっくりこず悩み果ててしまった二人は、縁もゆかりもないバレエダンスの用語からもらうことにしたのだ。 スーパーのレジに並ぶ時は出口に一番近いレジに並ぶと列の進みが早い出口側の一番端っこにベテランを配置することが多いのだとか二次元のキャラを好きになる時。 自分と性格がが似ている傾向がある。傾向あ自分の好きなキャラを思い浮かべそのキャラの性格を見つめ直すとそれが他人から見たあなたの姿であることがあるカピバラは お尻をぐりぐりされると気持ちよくなり眠ってしまう日本語の英語表記のジャパンこのジャパンという言葉には日本以外にも日本の伝統芸術の漆漆器 という意味もある。「エビチリは日本発祥で中国にはない」「せと大笑いは歩くことよりも背骨に負担がかかる」 飛行機の中で蕎麦とピーナッツはアレルギー予防のために提供されない。缶切りは缶詰ができてから48年後にできた。 日本の標高は東京湾の平均海面を標高ゼロメートルとしているが水面に基準を取るのは困難なことであるため1873年から79年までの平均海水面をもとに国会議事堂前の県政記念館に ゼロメモリが24.5メートルになるように水準原点を設けている。これは関東大震災の影響で変動し、1928年に24.4140メートルに改定された。 ディズニーで最も古いキャラクターはミッキーマウスではなくビートというキャラクターである学生は勉強するのが仕事というがもしそれが本当であれば平均的な受験生は高校で7時間ほど勤務し その後、塾や自宅で3時間以上の残業、土日祝日も5時間以上の休日労働があるため、年間労働時間は3000時間を超え、過労死認定基準を大幅に上回る数字となる。 黄昏の語源。夕方の薄暗い時に、少し離れた場所にいる人の顔がわからなかった時に言った、黄昏あの人は誰、の、黄昏がなまって、夕暮れ時を、黄昏と呼ぶようになった。 ローマの休日はローマのきれいな建物や景色を宣伝する目的も兼ねて作られたとの説があるダイヤモンドはトンカチで叩くと割れる。 卵の形が楕円形なのは、もし卵が転がってしまっても、元の位置に戻ってくるようになっているためと言われている。なので、木の穴に卵を産んで、転がる心配のないフクロウの卵は、休憩をしている。 卓球の試合で試合中に選手がタオルを使って汗を拭うことができるのは5対79対9など両者のスコアの合計が6の倍数になった時のみとされているかつてはこのようなルールはなかったが一部の選手が頻繁にタオルを手に取り 意図的に相手選手のペースを乱そうとしたことからこのようなルールとなった「バナナ」という名前のブドウが存在する。 日本の首都について直接定める法令はない「子持ち昆布の粒ぶは昆布の卵ではなくニシンが昆布に産みつけた卵である」。 パンダは和名で白黒熊と呼ぶパンダの由来はネパール語で竹を食べるものという意味のポンガから来ているという説があるガチャピンにはモデルがいる。 表面が光ってベタベタしたリンゴがあるが油上がりといってリンゴ自ら新鮮さを保つための成分を作り出している現象であるもちろん体に害はない人間の心臓は 野菜から作り出せる。名前以外は思い出せる現象を「ベイカー・ベイカー・パラドックス」という曲が頭から離れない現象を「 イヤーワーム現象という東京駅には駅長が二人いる東京駅が JR 東日本と JR 東海の二社によって運営されているためである テレビのリモコンから発せられる赤外線は、携帯のカメラで見ることができる。刀は、世界で一番、切れ味の鋭い刃物と言われている。 猫の指は前足が五本で後ろ足が四本である。虎は尻尾に神経が通っておらず踏んでも怒られない。 トートバッグはもともと氷を運ぶために作られた高速道路のトンネルは照明が所々消えているがトンネルの外の明るさに合わせて調節するためである。 日本語学習者が最も多い国は中国である。ムックの頭の上についているのはタケコクターではなく風を起こすためのものである。 タラバガニはカニではなくヤドカリの仲間雲は空を飛ぶことができるウィンドウズで PRN という名前のフォルダは作れない自転車のベルは歩行者に向けて鳴らすものではなく本来は車や自転車を相手に鳴らすものである 花水は1日に1リットルも作られている馬は道路交通法では軽車両に分類される百1番や 119番に通報するとき、電話料金はかからないが、この緊急通報用の電話は、電話会社の契約約款により、減免の対象とすることになっているため、かかった費用はすべて、電話会社が負担している。 桜の木の周辺はあまり雑草が育たない。桜の葉には毒があり、それが他の雑草の成長を阻害しているから。ゴリラの学名は ゴリラゴリラでローランドゴリラの学名はゴリラゴリラゴリラである大丸東京店には地下2階がない地下1階は食品売り場 地下3階は東京駅八重洲パーキング駐車場になっているが地下2階がないのはそこに弁当売り場のすぐ下に専用厨房を作っているからであるカバは漢字で川に馬で カバ,と書くカバは英語でヒポポタマスと呼ぶがもともとはギリシャ語の馬ヒポトカバ、ポタマスが直訳されたものとされる直角三角形の斜辺の二乗は 他の二辺の二乗の和に等しいというピタゴラスの定理はピタゴラスの生まれる前から人類はすでに発見し使っていたとされている月の重さは地球の八十一分の一である。 日本の読み方。日本は日本と日本。二通りに読めるが、本来正しいとされているのは日本の方で、国際機関などにもこちらで届けてある。しかし、現実にはどちらを使っても間違っているとは言えない。 犬飼い、鳥飼い、鵜飼いなどの名字は、権力者からその動物を飼育することを命じられていたことからとされる。動物を操ることは、ステータスの一つであったことから、職業的には重要とされていたともされる。 名字のうち、東さん、南さん、西さんは多いが、北さんは圧倒的に少ない。東西南北だけの名字は、文家になったことが由来であることが多く、本家からの位置で決めたとされ、本家の裏側にある北側に住むことが少なかったからとされる。 高知県では食べられる緩衝材としてポップコーンが販売されている年を取ると筋肉痛が遅れるというのは間違いである筋肉痛が来るタイミングは年齢とは関係がなく 運動の激しさと関係がある。ソニーの社名は音速という意味のソニックの語源であるラテン語とサニー・ボーヤが元になったというどの国でも。 同じように読めて発音できるということで採用された。もともとの社名は東京通信工業株式会社である。写真共有 SNS、インスタグラムは、 インスタントテレグラムの略である浜崎あゆみはデビュー時浜崎くるみと名乗っていた当時14歳世界一視力が低い国は 中国で15から59歳の約75%に視力矯正が必要である。これは視力矯正人口比が世界一とされている。ダンゴムシはエラ呼吸をする。 なので溺れないオリンピックが四年に一度なのは古代オリンピックに習ったからであるハワイは年々日本に近づいており最終的には 日本の手前で沈む。亀のペニスは頭より大きいアフロの仏像がある。 蜜蜂が一生をかけて集める蜂蜜はティースプーン一杯程度であるラクダは興奮すると口から胃を出して威嚇する。 インドで使われる言語は800種類ある魚の睡眠は一日たったの2時間である利き腕だけではなく 効き目も存在する。一円玉に描かれている植物は、現実に存在しない、架空の植物である。 動物が好きなことで有名だった徳川綱吉はカラスが大嫌いであったサントリー「金麦」は季節ごとに微妙に味を変えている。 狂犬病の病原体はタンパク質であった股間のチャックが原因で病院に運ばれる男性が毎年1,700人程度いる。 花火大会は女性の性欲を向上させる効果があるあなたが16歳以上なら84%の確率で将来結婚する人とすでに出会っている ドイツのナポリには地下の町があり古代ローマの時代にあった地下トンネルの名残とされているドルフィンスピーカーという装置を使えば水中で音の立体的なイメージを作り出すことができ 水中でも音の方向がわかるようになるのだインターネット上で公開されている画像のうち Google ググが収集した画像は全体の9割を超える 世界で最も価格の高いスパイスはサフランである。スウェーデンの首都ストックホルムには廃棄物を燃やす施設から熱を回収して暖房として活用するというシステムがある。 女性は好きな人とキスをすることでエストロゲンというホルモンが多く分泌される乳腺発達や血管拡張の作用により肌ツヤやバストアップの効果がある「飛び色を英語で言うと スパイダーマンとなる。世界で最も高い滝は、ベネズエラとブラジルにまたがる、エンジェル滝で、その落差は97、979メートルである。 もともとコーヒー豆は食べ物であったスペイン語には二重母音を持つ単語は存在しないトルコ語には 一つの単語で、ありがとう、さようなら、こんにちは、の三つを表すことができる。メル幅という言葉がある。ベトナムで使われる通貨は、ドンである。 エアコンの電気代を節約するには室温とエアコンの設定温度の差を5度以下にするといいカーリングのストーンは1個10万円以上の価格である。 そばには、心臓病の予防に効果的な、ビタミン B 群や、腎臓病、動脈硬化、高血圧など、生活習慣病を予防するポリフェノールの一種、ルチンも多く含まれている。 牧師はプロテスタントで神父はカトリックであるヨーグルトの上にたまる水分にはホエーという名前がある三匹の子豚はもともと 襲ってきた狼を子豚が食べる話であった乳離れと読むのは間違いで正しくは乳離れである 折り紙の金色は銀色の折り紙の上にオレンジ色を塗っているだけである。法律で禁止されている大麻よりタバコの方が依存性と体内毒素が強い。 モンドセレクションの金賞はお金を出せば誰でももらえるそして日本以外の国では全く知名度がない電車や駅構内の数多くの忘れ物 忘れ物は持ち主が見つからなかった時リサイクル販売されるのだカンガルーネズミというネズミは一生水を飲まずに生きることができる南アメリカの砂漠に住み食べ物から水分を得るのだとか 桃太郎には続編がある。赤ちゃんの赤という言葉には色を指す言葉だけでなく純粋な明らかなという意味があるため赤ちゃんで汚れのない子 という意味を表している象の妊娠期間は22か月ですべての動物の中で最も長いシャチの学名オルキヌス・オルカは「 明快の魔物という意味である。アフリカのセネガルにあるゴレ島はかつては奴隷貿易の拠点として有名な地であったが現在では世界遺産に登録されている。 ガリガリ組んで当たりが出る確率は3%である男性の汗の匂いにはアンドロスタジエノンという物質が含まれ女性を興奮させる効果がある。 味噌汁のことを、おみをつけとも言うが、漢字で書くと、五点の五を三つ連続して書き、続けて付属の符と書いて、おみをつけである。味噌の丁寧語であるおみと、汁のおつけが融合した。味噌汁の最上級の丁寧語である。 キーボードで最も使用頻度が高いのはスペースキーである火星の重力は地球の約3分の1程度のため人間が火星探索をする場合 筋肉や骨格などの人体構造に影響が出る恐れがあるうまい棒の中で一番原価が高い種類はたこ焼き味である。 桜はバラ科の植物である失恋にも対義語が存在する特連である。 日本で1年間に消費されるチョコレートのうちの25%はバレンタインシーズンに消費されるゴキブリは夏の季語。 「お疲れ様でした」という言葉が使われ始めたのは江戸時代に武士たちが戦場から帰ってきた際に言っていた言葉からとされている「富士」のつく名字には藤原氏を中心に関係性があった。 藤藤、原の左の左職業が佐藤反対に右が伊藤後ろが後藤そして途中から加入したのが加藤である食料品の裏に書かれている原材料名は「 多く入っている順番に書かれている地上で活動するアリはすべておばあさんメスのアリは若いうちは巣の中で働くまた オスは女王アリと交尾をしたらすぐに死んでしまうため地上に出てくるのはおばあさんアリだけであるカンガルーは体のサイズによって名称がつけられており大型はカンガルー。 小型はワラビー、中型は大型と小型の間をとって「ワラルー」と呼ばれるかつてのアメリカ大統領ルーズベルトが趣味の熊狩りの際 怪我をした子熊を逃がしたというエピソードからルーズベルトの愛称テディが由来となりテディベアが誕生したサンタが一般的に赤い服を着ているのはかつてのコカ・コーラの CM がきっかけである ドイツ語には合計80文字以上で構成されている単語があるセロハンテープの原料はビニールやプラスチック類に思われがちだが実際は木材のパルプで作られている ダスキンの社名には、脱皮という意味が込められている。皮は英語でスキン。そこから、脱スキンと転じ、ダスキンになった。人間の腹筋は、本来はもともと割れている。 ファスナーは左右どちらから開けることもできるが女性用衣服は左から男性用は右から開く構造になっている猫という漢字の右側が苗になっているのは 苗の中国語の発音が病であり猫の鳴き声に似ているからとされるウミガメは一度の産卵で最大二百個以上の卵を産むことができる 有明アリーナは屋根が反り返った特徴的な外観であるがこれは施設内の体積を減らし空調効果を高めるためである1894年過去に一度だけ 国会は東京ではなく広島で開催された大相撲の武蔵丸に「お酒は飲まないんですか?」と聞くと「いくら飲んでも酔わない水を飲んでいるのと同じでもったいないのでやめた」と返したという。 地図に書かれている海は満潮時のものであるビールの泡はビールと言えるのかどうかで裁判で争ったことがあるカメラメーカーのキャノンの社名は 最初の試作機を観音様のご慈悲にあやかりたいと、観音と名付けたのが由来である。世界的ブランドにするため、観音に発音の似ていたキャノンを採用した。鼻水が止まらず苦しい時は、 少しだけ水を口に含んでおくと楽になると言われている鼻水は粘膜を潤すために常に循環して喉に流れており口に水を含むと唾液とともに飲み込もうとして鼻水も喉に誘導されるため外に出なくなるという フラミンゴは屋根がなくても逃げないため動物園にあるフラミンゴのケージは屋根がついていないコーヒーで致死量に至るまでカフェインを摂取するには4時間以内に100杯以上飲む必要があり インスタントコーヒーの場合は1万倍以上必要である1853年にペリー率いる黒船4隻が日本にやって来た時黒船には日本語が話せる者は一人もおらず。 日本にも英語を話せる人間がいなかったため通訳を間に二人置いてオランダ語で話し合った預金と貯金の違い預ける場所によって違う預金は銀行や信用金庫 貯金は郵便局や農協である静岡県ではイルカ肉が売られている NTT の青色のロゴマークには「ダイナミックループ」という名前がついている。 そうめんとひやむぎの違いは、太さの違いである。そうめんは太さ1.3ミリ未満。ひやむぎが1.3ミリから1.7ミリの麺のことを指す。マックシェイクの飲み心地は、母乳と同じである。 納豆菌を水槽に入れると匂いがなくなり魚の糞も分解してくれる土俵の下にはスルメが埋めてある騒がしい中でも 自分に関係のあることは聞こえてくることをカクテルパーティー効果と呼ぶ石油ポンプのあれは醤油チュルチュルという松屋では ライスのみを160円で注文できる味噌汁もついてくるが券売機にない裏メニューのため注文はカウンターから直接声をかける必要がある人間は一日に 約2万まばたきをしている現在のマサイ族はほとんどが携帯電話を持っている世界で一番古いとされているレシピは ビールのものもである「地球から約4億キロ離れたおひつじ座で輝く十八等星にたこ焼きという名の小惑星がある」。 日本銀行の建物は上から見ると日本の通貨の単位である円という漢字の形になっている。樽の中でのウイスキーの自然蒸発は天使の分け前と呼ばれる。 トルコで発見された世界最古の剣は隕石から取れた鉄でできているカンガルーの誕生日は母のお腹の袋から出た日が誕生日とされている。 ニュートラルをよく使うマニュアル車と違い、オートマ車では使う時はほぼない。しかし、D の部分の前にあるため、毎回一手間増えることとなる。ではなぜニュートラルがあるのかというと、R から D にいきなりギアチェンジをすると、 ミッションが傷んでしまうためである。そのため、間にニュートラルを入れて、ダメージを防いでいるのだ。ブチハイエナは、オスよりメスの方が体が大きく、筋力も上で、 狩りはメスだけで行う群れでは常にメスがリーダーでオスはリーダーになれずメスよりも地位が低いスイートルームというのは人揃いという意味の「 スイーツのことで寝室居間浴室等がすべてそろった部屋のことを指す真っ白なホッキョクグマの地肌は黒色である。 富士山は毎年2センチずつ小さくなっている巨峰は高くて険しい山という意味があるが巨峰の種を半分に切った断面は「山」という文字に見える。 インド洋という名称はインドと東アフリカの間に位置することに由来するが実際の場所はインドよりもアフリカ側にある味の素には賞味期限が設定されていない。 少林寺憲法は中国の武術ではなく、日本発祥の武術である。少林拳と名前が似ており混同されやすいが、全くの無関係である。モグラが日光を浴びると死ぬというのは、 真実ではないみかんを丸ごと熱湯に入れふたをして5分放置してから取り出し冷水に浸すそして枝についていた方から皮を剥いていくと 白い皮もすべてきれいに取れるバスケットボールの背番号として使われている一番若い番号は4番である1番から3番は国際ルールによって使用が禁じられている これは、得点が入った時に、審判は1点2点3点と指で示し、また、反則を行った選手を表す時にもその背番号を指で示すため、紛らわしくならないように配慮してのことである。 ナイア柄の滝は水の勢いで崖が削られ少しずつ減っていっている2万5千年後には消滅している可能性があるということだドライヤーに冷風機能がついている理由 冷風機能をちゃんと使っている人はそう多くないかもしれない。ドライヤーに冷風があるのは、髪の毛を守ることができるからである。髪をドライヤーの温風だけで乾かすと、その熱で髪表面のキューティクルが開き、パサつき、広がりの原因になる。そのため、 温風で乾かした後に冷風で髪の毛の熱を逃すとキューティクルが閉まり髪の毛がまとまってセットがしやすくなるのであるオーロラは地球の磁気圏に入った太陽風の家電粒子が 大気圏に激突することで発生するものであるオーロラの色はぶつかった粒子の種類や速度高度などによって変化する大型バスで窓が開くタイプと 開かないタイプがある。それは、補助席があるかどうかで決まる。補助席があると、事故などが起きたとき、逃げるのに通路にある補助席が邪魔になって逃げ遅れる可能性が高い。そのため、補助席がある場合は、脱出しやすいように窓が開くようにしなければならない。 と国土交通省の車両保安基準によって定められているのだのび太とキテレツ君の関係はいとこである。 人間は1分間平均で12から18回呼吸をするミイラは汽車の燃料に使われていた。 相手にしないことを鹿とというがこの語源は花札で十月の十点札がそっぽを向いて済ましている鹿の絵が描かれていることから由来しているトラックの フロント上部にある三つの緑色のランプは安全のためにつけられたもの時速四十キロまでは一つ六十キロまでは二つ六十キロ以上は三つのランプがつくようになっているのだ 北海道の五稜郭は札幌ドームよりも大きい日本で初めてアイスが販売された時の値段は現在の価格で約8,000円である。 トイレのののマークの男女の絵は、1964年東京オリンピックをきっかけに生まれた日本発祥でその後世界基準となった救急消防は昔は 112番であったしかしかけ間違いが多かったことから119番になった警察は身の代金などに使うために偽札を製造している 魔法瓶の中を覗くと鏡のようになっているのは光だけでなく熱を反射するという性質を鏡が持っているためである自由の女神に 万歳しているものがある。その像は、スペインにある。猪木ボンバイエの、ボンバイエは、今後共和国のリンガラ語で、倒せ、という意味である。 コーヒーは毒だと思われていたため毒味に死刑囚が使われていたパトカーや白バイも交通違反切符を切られる。 人類が手にした金の総量はプール3個分であるセブンイレブン1号店で最初に売れたものはサングラスである。 モーニング娘は、ラブマシーンのジャケットの、並び順通りに卒業している。お酒の温度表現、50度前後を熱感、55度前後を飛び切り感という、冷やが常温で、 鈴冷えが十五度前後、花冷えが十度前後、雪冷えを五度前後で表す。また、厚感の下の上感が四十五度前後、上感の下のぬる感が四十度前後、ぬる感の下の人肌感が三十七度前後、 そして人肌間と冷やの間が日なた間33度前後である数えきれないほど多いことを星の数ほどと例えるが地球上から肉眼で見ることのできる星は約6,000個で 日本から見ることができる星は、だいたい千個程度である。ポケモンの、ロケット団のネアスは、昔、マドンネというメスのネアスに恋をしたが、マドンネは人間にしか興味がなく、 ネアスは二足歩行と人間の言葉を必死で勉強したが、言葉を話せるニャースは気持ち悪いと振られ、ぐれてロケット団に入った。太陽は燃えているのではなく、核融合している。 核融合に酸素はないためあれだけの熱と光を放つことができるのだ人間だけでなくほとんどの哺乳類が夢を見る北極熊のレバーは ビタミン A の含有量が豊富だが高濃度すぎて人間が食べると死んでしまう。バクは掃除用デッキブラシで腰をゴシゴシされると犬がお座りする時のように腰を下ろす。 さらに背中をゴシゴシするとうっとりした顔で横になりそのまま眠ってしまうこともある足の長さの基準股下の長さ割る身長かける ×100 が45%が普通である43%以下はかなり短く 44%はやや短い。46%がやや長く。47%が長い。48%はかなり長く。50%以上は、モデルでも滅多にいないくらい長い。 ワンピースのサンジの名前は、最初、ナルトになる予定であった。昔遊郭では、ドラを鳴らしてお客を呼び込んでいた。そこから、ドラをつくと金をつくを引っ掛けて、 遊びまくる息子のことを「虎息子」と呼ぶようになった保冷剤と消臭剤の中身は同じものである。 役不足は与えられた役に対してその人の力量が足りない時などに使われがちだが本来の意味はその力量に対して与えられた役が軽すぎるという場合に使う言葉である。 シンデレラは人を殺したことがあるドラえもんはじゃんけんでパーを出したことがある バンドが解散して復活するのは10年刻みの印税のためである「クレヨンしんちゃん」の坊ちゃんの本名は「井川坊太郎」である。 結婚式場の新婦はそのほとんどがアルバイトであるアイコンは自分の理想の姿自分の写真の人は今の自分に満足しているか その写真の写りが自分にとって理想の姿である風景の人はどこか旅行に行きたくて動物の人はその動物のような生き方をしたいと思っている象は 若くして自分の社会集団から隔離されるなどして精神的に傷つくと死んでしまうことがあるアメリカ合衆国の国旗は星とストライプの模様で構成されている星は50個描かれており 50の州を持つことを表すアルゼンチンの国土の90%以上が山や草原である世界で一番大きな砂漠は アフリカのサハラ砂漠で面積は920万平方キロメートルにも及ぶプラスチック製のビニール袋は酸素を通さないため野菜や果物の鮮度を長期的に保つことができる。 バリ島には女神の像が置かれているトイレがあるふりがなは新聞や小説など文章に漢字が出てくる場合に読みやすくするため補助として書かれるもの読み仮名は 契約書などに記入する氏名など読み間違いが許されない重要書類に書かれるものであるサンリオの人気キャラクターキキララの身長は1 7 0 0トルを超える。 山口県にある秋吉堂は世界最大のドリップストーン洞窟であり内部には美しい鍾乳石が多くあることで有名である自動販売機のボタンを2つ同時に押すと 左側の商品が出るようになっている人間の瓶からできた漢方薬がある日本の五百円玉は 現在流通している効果の中で世界一価値が高いとされているオーストラリアには毒のある生物が世界一多く生息している 東京都世田谷区の由来は諸説あるが狭い谷が大市という意味の世田が転じた説と多摩地方の旧名である世田が含まれていたからという説がある目白押しというのは 多くの人が混み合って並ぶこと、物事が集中してあることを意味するが、この目白とは鳥のことで、目白は並んで木に止まり、体をくっつけ合う習性があるところから生まれた言葉である。 1900年から1920年まで綱引きはオリンピックの競技種目であった一郎は次男である。 紙幣と硬貨は発行元が違う電車の信号トラブルというのは痴漢が出たという暗黙の了解である。 エレベーターの鏡は髪型やメイクを直すために設置されているわけではなく車椅子ユーザーがバックで出るためのバックミラーとして設置されている人では胃袋を口から出して食事をする。 ハワイのワイキキビーチは人工的に作られた砂浜であるダントツは断然トップの略語である。 英語、ポルトガル語、オランダ語、イタリア語、ギリシャ語、ロシア語、ベトナム語で、母を表す言葉はすべて、M で始まる。M で始まる言葉は、唇を小さく使うだけで発音できるため、赤ちゃんが簡単に話すことができるためだと言われている。 人の味覚が感じることができるのは、甘さ、酸っぱさ、苦さ、塩辛さの四つで、辛味や渋味は含まれていない。辛味や渋味は、触覚と痛覚が絡み合ってわかる感覚である。 病中検査はもう存在しない木星には地面という概念がなく人間が入ったら最後中心近くまで落ちてやけどして死んでしまう。 ハッピータータンの粉の粉作り方。砂糖と塩を4対1で混ぜ味の素を少し加えると完成するコアラの赤ちゃんはお母さんのうんちを食べて育つ。 赤カンガルーは筋肉がかなり強く時速60キロもの速さで走れるため肉食動物でもうかつに手が出せないただそんな彼らでもかなわないのが暑さである暑い時は地面に穴を掘ってお尻を突っ込むという技を編み出した 江戸時代には貸しふんどし屋があった刺身の下に敷かれているシートの正式名称は「ドラキュラマット」刺身から出る水分や血液を吸収する目的以外にも。 殺菌効果がある日本は日本と日本の二通り読めるが本来正しいとされているのは日本で医療機関などにもこちらで届けてあるしかし現実には どちらを使っても間違っているとは言えないネズミはチーズが好きではなく他に食べ物があるときは基本的に食べることはない嗅覚が発達しているため 発酵食品は極力避けているのだそうだアニメやアイドルなど趣味に傾倒する人たちのことをオタクと呼ぶが現在ではアメリカをはじめ 世界中でオタクという言葉が通用するようになった。もともとは山の手言葉で、あなた様を表す、オタク様から来ており、当時仲間内で相手に対して、オタクはどう、と、頻繁に会話で使用していたのが由来である。 お弁当などで醤油を入れているあれは「ランチャーム」という「星ぶどうをシャンパンに入れると沈んだり浮かんだりする」。 石橋貴明が東京ディズニーランドに出入り禁止になった理由はミッキーマウスの着ぐるみに入っていた従業員を池に落としたからだといわれている怒った顔より笑った顔の方が 多くの筋肉を使うたくさん笑うといい暗殺というのは政治思想などで対立する立場の人間を計画的に殺害する行為で 映画のスパイみたいにこっそり人知れず殺害せず白昼堂々殺害を実行していても暗殺と呼べるのだそうだ世界一高価なコーヒーは野生の邪行猫の糞から得られる なめらかでチョコレートの香りがすると言われている食べたものは10秒で胃に到達するベトナムでは オートバイのことをすべてホンダと呼ぶなのでヤマハのバイクのことを現地でヤマハのホンダと呼ぶジーンズの前ポケットの中についている さらに小さいポケットはもともと懐中時計を入れるためにつけられていたことからウォッチポケットと呼ばれている首都高速などを取り締まる高速パトカーの隊員は非常に高いドライビングテクニックを持っているが その訓練場所は F1 などで有名な鈴鹿サーキットであるある年代より上の人は英語を聞いて問題に答える形式のテストをヒアリングテストと呼ぶ。 学生時代に英語の授業でそう呼ばれていたためであるが、ヒアーとは、意識しないで聞こえてくるという言葉のため、ヒアリングテストを直訳すると聴力検査となり、聞こえているかどうかを調べるテストとなってしまう。そのため、1994年から、 リスニングテストに変更されたのだ。